21年前にアクセスのツールを見つけたんですけれども、すごく感謝してます。で、その当時はですね、その4カ国しかなかったんですね。でも今すごく広がっています。今そのジョイビジネス、このジョイビジネスの本も日本語になってますし、あとその借金から楽しく抜け出そうっていうのも日本語になってますね。で、そしてあのブレントンと一緒に書いた今回のそのリレーションシップの本ですね。あの私たち8年くらい付き合ってました。そしてどうやってそのリレーションシップを作り出すことができたのっていうふうに言われることが多かったんですね。で、そこで、まあ、本当にこれもアクセスのツールを使っていたんです。なので、あの本当に彼、そしてそのギャリーがすごくですね、あの大きな貢献になってくれました。で、そしてあの私たち一緒にリレーションシップについてのクラスもやっていました。なのでリレーションシップ持つにしても持たないにしてもですね、その使えるツールっていうのがたくさんあるんですね。で、そこでこの書いた本っていうのがまさにリレーションシップ、あなたは本当に欲しいっていう本なんです。あなたには選択があります。必要性から何かを選ぶ必要っていうのはありません。私は本当にすごいたくさんのことやってきました、自分の人生で。そして今ここにいるわけですけれども、私の望みっていうのは、何が起きていたとしても自分には選択があるんだっていうふうに人に分かってほしいっていうことですね。そして、自分自身が知っているということをその人自身が知るということ、これまさにアクセスの副題になっているものですけれども、それを皆さんに伝えたいというふうに思っています。すでにもう私が思っていたその質問をですね、いくつか答えてくれました。どうやってこの本ができたのかなとか、そういったことですね。And one of the reasons why we called the book Relationship NUSA で認定ファシリテーターのトレーニングに出た時にですね、これをこの本をですね、ちょうど見たんですね。その本屋さんで見た。で、そこで、あれ、リレーションシップ本当に欲しい？あれ、私本当に欲しいのかしらって思ったんですね。この本、まさにですね、このなんか本のタイトル自体がですね、私自身を質問の中に放り込んだ。リレーションシップ、自分のためのリレーションシップって一体何なんでしょう。素晴らしい質問ですね。そのまさにあなたがこう通りがかりにその質問を読んだっていうふうに言ってくれたこと、すごく嬉しかったです。まあ、もちろんですね、なんかだって私たちリレーションシップ持つべきですよね。ある一定の年齢になったらリレーションシップ持つべきだ、それは当たり前のこと。そしてそのまあ子供の頃からですね、なんかこうその何歳になったらこんな感じ、何歳になったらこんな感じみたいなふうに、その一度でそのステップがある、それが当たり前のことになっていて、そこに何の選択もないんですね。だからあなたがその話をしてくれてすごく嬉しかった。リレーションシップの定義っていうのは、実は2つのものの距離のことなんです。多くの人はリレーションシップっていうのを、これが私の持っているリレーションシップっていうふうに言うんですけれども、それってまさにですね、その2つのものの間の距離のことなんです。すごくたくさんの投影や期待がある。でもそれとは違うものを私は指摘したいんです。これはリレーションシップというよりはクリエーションシップ。2人の人、あるいは2人以上の人たち、必ずしもリレーションシップっていうのは、まあ、これ人間関係ですから、そのすごく恋愛関係とかパートナーシップだけではない、本当にその友人とか、例えば職場の関係性とか、そういったものも全てですよね。なのでそれをクリエーションシップとして見たとき、2人以上の人たちが集まることによって個々にその一人一人でやるよりも20倍以上のものを作り出すっていうこと、それがクリエーションシップです。そしてもし私がこれを必要としなかったら、私は何を選ぶだろうかっていう問いかけをしてほしいんですね。本当に私たちはそのビジネスにしてもお金にしてもリレーションシップにしても、なんかもういろんなこと全部必要性からやってますよね。もしそれを必要としなかったら、あなたは何を楽しめるだろうか。必要性にはまあこのエナジーがある。例えば
あなたにはこれを必要としているっていうふうにこう誰かが言ってきたとしたらどうでしょう。そういった期待を相手に投げかけることになるわけですよね。で、そして相手がこうやるべきだっていうふうにあなたが思うことをやってくれなかったら、そこですごいがっかりしたり失望したりする。特に女性と男性の間ではものすごくおかしなことが起きる。で、そこでなんかこう、なんでこれやってくれないのっていうふうに言われても、なんかこんな絵文字みたいな顔になっちゃう。そういった期待があるわけですよね。私たちは今ここで笑ってるけれども、こういった狂気が本当に世の中にはある。私自身もすごいいろんなことやってきました。だからすごくわかる。でも違うやり方をしたとしたらどうなんだろうか。相手に変わってほしいっていうふうに期待するのではなくて、私は今こういう、私の世界ではこういうことが起きてるのとか、私は今少しスペースが必要なのとか、そういったことを言ったとしたらどうなんだろうか。そういったクリエーションシップを持つことができたとしたら、それはリレーションシップ、この現実で行われているリレーションシップよりもずっと素晴らしいものなんです。あなたが必要性という話をしたときに、まさにすごく大きなエナジーがありました。私にはこの人が必要だって。でも同時に私は人から必要とされたい、そういったこともある。ものすごくこの現実ではすごく大きい、誰かを必要とする、それして同時に必要とされる。このおかげでいろんなものがごちゃごちゃになってると思うんです。ただ必要性がない、必要性を持たないというような話をするとですね、なんかこうみんながちょっとこう引いてしまうんですよね。なんかこれ どうしたらいいのってなってしまう。そのではリレーションシップについてちょっと話をしてほしいですね。その必要性とリレーションシップについて、まあ、今そのマキさんが言ったことについても、そういったことがもし自分の中で起きていたとしてもですね、そこで、ああ、これはいけないことだっていうふうに思わないでほしいんですね。ギャリーにアクセスコンシャスネスの創始者であるギャリーが言ってたんですけれども、そのあなたはその自分を必要とするべきだと。しかしそのすごくその次になんかこう、もうその必要性が行き過ぎてその貪欲になってしまったとしたら、そこで全てが台無しになってしまったようなことを言ってたんですね。アクセスコンシャスネスを見つける、そして全てのツールを見つけたとき、私本当にもう全てをチェックしたんですね。もうそしてこういったエナジーが湧き上がってくるときに、これを変えるために私は何になれるだろうかっていうふうに問いかけをするようになったんです。例えば何かにすごく大きな嫉妬心を持つとき、自分は一体何に嫉妬してるんだろう、そこに目を向けてほしいんですね。そしてまあこの本の中にも書いているんですけれども、親密さの5つの要素、ただ私自身も誰かとの間にその親密さの5つの要素を持つ前に、まず自分自身に対してこの親密さの5つの要素を持たなくてはならなかったんです。誰かにすごくこう心を惹かれている、でそこで期待を持っている。よく言いますよね。なんかこうすごくこう失った片割れみたいなこう言い方とか、そのなんかこの人がいたら私をその完全にしてくれるみたいなですね、なんかそういった、まあ、運命の相手みたいないろんな表現ありますけれど、ただここで持つべきものっていうのは、信頼と敬意、感謝、許容、そして無防備さですね。これを自分自身に対して持つことができたとしたら、そして相手にも、そのリレーションシップの相手にもそれを持つことができたとしたら、
you know, you have that sense of like, oh, I'm nothing without them. もし全く期待とかですね、なんか投影とかそういったものを持たないときにですね、なんかこうあなたが一人ぼっちになるってことありえないんですね。もうみんながあなたの近くにいたくなってしまう。My, you know, the knight in shining armor. It's like you complete me, and it's like 何の必要性も持たないとき。So the five elements of intimacy.This is what I'm asking that you ask to have this with you. Because if you have it with you, then you can have it with somebody else. その、gratitude, trust. こうちょっと色味を使うような、そのイチャイチャするようなエナジーの中で遊ぶことができるんですね。必要性を持たないとき。例えばあなたが愛を求めているとき、それがもし、愛という話ではなくて感謝という話だったとしたらどうでしょうか。例えばその自分の人生にいる誰か、例えばなんか私はこの人を愛しているっていう人がいたら、ちょっとそこのエナジー見てほしいんですね。まあ多くの人っていうのはそれぞれの愛の定義を持っているし、そこにはすごく秘密の思惑とか隠している何かがそこにある。ただ感謝にはジャッジメントがないんですね。愛にはジャッジメントがあります。なのでここでちょっと見てほしいんですね。なのでそのエナジー、もっともっとその喜びとか安らぎのエナジーを持つことができるんです。この When you're like, quote unquote, looking for love, 本 or that love energy, これはそのクラスではないので、まあ、この本、本っていうのはですね、まあ、そのアクセスやってない人たちにもリーチするものですよね。ね、そして、ただですね、なんかこの本の中にすごいたくさんのなんか爆弾が時々仕掛けられている。And it's sort of because everyone has a different definition of love, so it comes with these sort of like these hidden agendas.そのさっきも愛に向かうのではなくて、愛に向かうのではなくて感謝に向かったらどうだろうというふうに言ってくれましたけれども、まあ、まさにこの本の中でですね、その愛はジャッジメントだっていうふうに、まあ、こうブレンドンが言ったりとかですね、そういったなんかこう一文、すごくなんかこう爆弾みたいな一文があった。私たちはそれぞれの定義を持っています。そのエナジーで遊んでほしいんですね。これは別に何かを正しくする、正しいことをやるとかですね、自分が選んだことをジャッジするとか、そういう話ではないんです。ただ、リラックスしてください。リラックスして、楽しんで。もっと、感謝を持つっていうこと、その感謝をですね、より多くその求めたら、まさにその人生の中であなたに感謝してくれる人たちがたくさん現れるんです。そして今までその過去にですね、私が選んできた彼氏っていうのは、私の体をジャッジしてくる人たちだったんです。それを私が選んでいたんですね。それってまさに自分自身が自分にその持っていたジャッジメントを同じそのジャッジメントを持っている人たちが寄ってきたということですね。で、そしてまあこれっていうのはまさにその快適な距離を作り出すためのものだったんです。なので皆さんどうでしょうか。どれだけ快適な距離を作ってきたでしょうか。それよりも自分自身がその自分のすべてを持っていて、相手もまたすべてを持っていて、ただそこで遊ぶということをしていたとしたら、クリエーションシップっていうのはこの現実を超えたものです。ある時私は、もうリレーションシップやらないって言いました。そこでギャリーに聞かれました。その時にその私が思っていたのは、そのいいリレーションシップだったら、そのいいリレーションシップというものがあるんだったら私はやるっていうふうに言ったんですね。Look, I'm not saying that that is sane, but that's そこで私は一体何を選びたいんだろうか。本当にそこから選んでいきました。ダウントンアビーですね。ダウントンアビーって皆さん見ましたか？これちょっと日本語に翻訳されてるかどうか分かりませんけれど、例えば何百年も前で、
まあ、人が、まあ、すごいお金持ちの話なんですよね。That is beyond this reality. It's like, I don't know about you, but, you know, at one stage I was like saying, I don't do relationship.すごくなんか大きな家に住んでいる人たちの話で、まあ、その女性は女性で、その自分の部屋とか自分のバスルームとかを持っていて、その男性も男性で自分のベッドルームとかバスルームとかが全部あって、ただそのお互いの部屋の間に1枚ドアがあって、そこを開けたらいつでも会えるみたいな感じなんですね。でそれを見た時に、なんか私それ最高だわって思いました。私がブレンドンと一緒に住んでいた時も、私たち自分自身のベッドルームあったんですね。ただまあそれってなんか他の人から見るとですね、なんでなんかあなたたち違うところで寝てるのみたいな風に言われる。なんかでもそういうことではない。別に喧嘩してるから別々の部屋で寝ようとかそういうことではないですよね。本当にあなたにとってうまくいくことは一体何なのかって、それを発見するっていう話ですね。まさに自分に正直にならなくちゃいけないってことですよね。自分の人生に何を、何が欲しいか。Brendan and I talk about so much, and you know, one of the things that we do a lot is. っていうことですね。で、そして、まあこの本の中でも、そのブレンドンの息子がいることによって、何かその話し合いをしていて、そこでなんかあなたがすごく泣いていたみたいな話があった。こういったそのただそこで無防備さ。People would have this like.There's trouble in paradise. And we were like, 私にとってそのエピソードを読んだところ、読んだときはすごく美しいというふうに思いました。その私がオフィスに行って、ブレンドンがテキサスに行って、一緒に音声を取ったりとか、そういったことがあったんですけれども、なんか本当に私たちすごく、いっぱい笑ったりとかですね、時には泣いたりとかっていうことがあるんですけれども、本当にそのすごく無防備でいられる。そのブレンドに会ったときですね、そのブレンドの息子のナッシュが5歳だったんですね。でそこで、私は全然その子供を持つっていうことを全然考えたことがなかった。私は、そのベッドの中で私が泣いてたんですね。で、そこで、なんか子供に対して、なんか私がその子育てできるな、できないっていうふうに思っていて、それでその泣いてたって、そこで、ブレンドに、crack up laughing or one of us would burst out crying. It was like this totally being so grateful for each other. ブレンドンと話をした、ブレンドンが話しかけてきた。で、これなんか僕のお荷物なんだみたいな風にこう言われたんですね。で、そこで。So when I met Brendan, Nash, his son was 5 years old.ただこれまさにちょっと本で読んでほしいんですけれども、まさにそのナッシュの周りにあるそのエナジーっていうのを本当にこう変えてくれたようなすごくいい会話だったんです。私もそれを読んでいて、特にこの本の中ですごくお気に入りの部分なんですけど、あなたとブレンドンは2人ともそのアクセスをやってるから、きっとこういうリレーションシップを作ることができたんだろうなっていうふうに人が思うと思うんですね。でも多くの人たちっていうのは、その相手が必ずしもアクセスやってない。相手が、どのみちその家族であったとしても、そのビジネスの相手だったとしても、相手がアクセスやってなかったとしても、どうやってそのクリエーションシップを持つことができるんだろうか。もう本当にこれすごい簡単なことです。まさに正直さ。
むしろですね、相手がアクセスやってない時の方がむしろ楽だっていうふうに思う時もあるんですね。なんか本当にそのアクセスやってる者同士だとお互いにですね、なんかそのツール使って操作しようとし始めたりするから、お互いに何やってるかが分かっちゃうからですね。でも本当にこれ関係ないことなんです。その相手がアクセスやってるかどうかっていうことは関係なくって、あなたはツール使えばいい、そして何が起きるか見てください。なので自分にとってより大きなものを作り出せない言い訳としてそれを使わないで、59ページ、このリレーションシップは私の人生にとっての貢献だろうかっていう問いかけが載っていて、これすごく大事な問いだと思うんですね。リレーションシップを持つと、私たちはそのリレーションシップをですね、なんか自分の人生の一番大きなものにしてしまう。そこでもうすでにですね、なんかその問いかけしているようで、もう貢献、あ、すみません、結論を持ってしまっているようなことがあると思うんですけれども、どういうふうに、何のその期待もないところからスペ、問いかけをすることができるでしょうか。ある時ブレンドンがある仕事をしていて、でもその仕事大嫌いだったんですね。でもそこで、あなたにとってあなたが本当にやりたいことを見るためのスペースをあなたに、あな、自分に自分で持ったらどうっていうふうに言ったんですね。そしてまあしばらくですね、そもそもブレンドンが働いてなくて仕事を持っていなくて、あのまあ私がその彼を支えていたというような時もあった。そしてあのなんかすごくですね、まあ、たくさんの、投影を人から向けられるわけですよね。まあ、そのブレントは子供がいてでも無職でシモンが働いている、なんで君たち付き合ってるのみたいなことを言われたりする。でもまあ、だからそういったその期待とかその投影っていうのはちょっと一回全部脇に置いて、この本当にイエスかノーかのユニバースで、あの本当に問いかけをしなくちゃいけないですね。で、私は、あ、これは私にとっての貢献だろうかっていうふうな問いかけをしたんです。で、そしたらもう自分にとってはただイエスっていうふうに浮かんできた。だからそのまま私はリレーションシップを持ち続けました。ブレンドンっていうのはすごく大きな優しさになってくれて、そのもちろんですね、なんかこの食事を作ってくれるとかですね、あのそういったことでもあるんですけれども、ただこれまさに何のその正当化も理由も持たないっていうことなんですよね。なので本当にイエスかノーか、何のその理由も持たずに、これはイエスなのかノーなのか、これは私にとっての貢献なんだろうかっていうことなんですね。そして、真実よっていうふうに言って問いかけをするっていうことが、まあ、一つの鍵です。私たち実はですね、あの別れるのなんて簡単っていうようなクラスをやる予定なんですけど、これ10月に予定されています。このリレーションシップは私にとって貢献だろうか、そういった問いかけをして、それが答えがノーだったとしたら、それというのは別に相手にダメ出しをするとかそういうためのものではありません。ただ本当に自分に問いかけること、私はこれがより素晴らしいものになるために何を変える必要があるんだろうかということですね。ある時私が、まあ、たくさんお金稼いでるんだけれども、ブレンドンがお金を使ってしまっているっていう、そういった期間があったんですね。なのでその時ブレンドンに言いました。
その私の銀行口座のその、な、そのまあ銀行口座、その、通帳を見せるねっていうふうに言って、まあ見せた。そして私は、あなたの助けが必要なのっていうふうに言ったんですね。This is not about sitting down to the other person and telling them everything that they've done wrong and what they have to do to change. This is looking at it for yourself and going, what's not working here? ブレントンがそのリレーションシップの中での、経営管理のその責任者になってくれたんですね。なんか私はすごいお金たくさん作るのが好き。でもそれをなんかこううまくその扱ってもらうためにはその彼に任せるっていうのがすごくうまくいったんですね。And then I went, okay, I need to ask for his contribution. I need to ask for his help. So I said to him, hey, I want to show you all my bank accounts. まあ、すごくシンプルなことで、本当にその貢献っていうのはすごくシンプルなことですよね。例えばその相手が皿洗いしてくれるとかですね、あるいはその毎週毎週ゴミ出ししてくれるとか、まあ、そんな小さなことでも、そのおかげで自分が違うことができる。それってすごく貢献。Okay, cool.なので、そこでなんか相手に言うんですよね。なんか私本当にあなたの貢献に感謝してるわって。So contribution comes in so many different forms, but don't look for the result or the conclusion or the judgment when you ask, is this a contribution?So when you get a no, you ask yourself what's not working for you and whether you like to change it. まあそのブレンドってまあすごく器用な人なんですけれども、まあその家の中のことでちょっとその彼がやってくれないことがあったんですね。なのでそれはあえてまあ人を雇ってやってもらったというようなことがあったんですけれども、なのでその人が相手がそれができるからといって、そのもしそれをやらないとかやりたくないのであれば他の誰かに頼むということですね。なのでそこでそのあえてその喧嘩をしないということ。あなたが私たちに見せてくれるこの無防備さ、まさにこの本を読みながら自分で自分に対して無防備にならなくちゃいけない。リレーションシップで無防備になるっていうことは、例えば相手にそんなことしたら相手に利用されてしまうとかいじめられてしまう使われてしまうっていうことじゃない。あなたとブレンドンのリレーションシップの中でその無防備さについての見方も変わりましたか？無防備であるっていうことは弱さだっていうふうに思われている。でも実際はその逆なんですね。無防備であるっていうことは大きな力なんです。誰もあなたを傷つけたりできない。あなたが本当に無防備になって自分で自分に対して正直であれば誰もあなたのことを傷つけたりできないんですね。これはそのコントロールするために、そのあなたをコントロールするために、なんかこの概念っていうのはねじ曲げられているんだろうかっていうことですね。そして自分の人生のあらゆる側面で全てその自分が成功するために、私は今日何ができるだろうか、何になれるだろうか、そういった問いかけを毎日するということですね。このリレーションシップの本、読み終わった時に自分で自分に言いました、もしこういったリレーションシップが本当に可能だとしたら、あ、私は欲しいわ、一つそのリレーションシップ欲しいわって思ったんですね。リレーションシップっていうのが自分自身のクリエーションの一部である。ただ多くの人っていうのはそのクリエーションはクリエーション、リレーションシップはリレーションシップ
っていうふうに区別してしまっている。何かヒントがあるでしょうか。本当にそのリレーションシップっていうのを自分の人生により多く付け加えるためのものにするにはどうしたらいいでしょう。この本を答えにしないでください。それから私たちが言っていることもあなたのための答えにしないでください。この本っていうのは自分にとって何が本当に機能するのか役に立つのかっていうことを見るために使ってほしいんです。それからリレーションシップをこういうふうに見るべきだっていうものでもありません。それに私はまた別のリレーションシップが欲しいだろうか、そういったことも見るようになったんですね。誰かと例えば飲みに行くとか、本当にその飲みに行ってなんか楽しくおしゃべりして、そしてセックスをする、なんかそれを例えばなんか1週間に2回3回やるとか、なんかそういうのすごく自分は好きだなって思うんですね。ただその自分にとってすごく大事なことっていうのは自分自身のスペースを持つっていうことなんです。Like for me, when we broke up the relationship, and then I started to look at, would I like another relationship? Because Brendan pretty quickly entered into another relationship, and so I started to look at relationship. っていうのを見るときに、例えば女友達とかですね、まあ他の友達とかでも、まあとにかくなんかこうおしゃべり、なんかちょっと時間一緒に過ごして、おしゃべりしてこういう可能性の話をするとか、そういったリレーションシップもすごく好きです。でも別にそういった人たちとはセックスはしない。But I don't necessarily want to live in my house with someone again. Not at the moment. Will I in the future? Maybe. But not right now. 私は、really like、自分の人生で、and it's really important to me and quite a priority. There are these aspects of relationship. 毎晩毎晩その相手とずっと一緒にその寝るっていうような生活は選んだことがないんですね。なんかどっちかっていうと、まあその結構男性的かもしれないんですけれども、なんかその自分自身のスペースが必ず必要。まあ、ぜひこの本を読んでほしいですし、あとはリレーションシップの違うやり方っていうクラスがあります。あなたが見たがっていないようなそのところに切り込む問いかけがあるかもしれません。それにそのこうクラスの中で他の参加者の人たちが話しているようなこと、それを聞いていて、あ、なんか私もそれ欲しいなっていうふうに思うようなことがあるかもしれない。リレーションシップの違うやり方についても、世界中でたくさんのファシリテーターがクラスやってますし、私自身も11月に一つ予定をしています。多くの人っていうのが自由が欲しいっていうふうに言いながら、でもいつまでも飛び込まないでいる、私はこれを正しくしたいとか、そういうふうに思っているっていうようなことがありますよね。私これをぜひティーンエイジャーに読んでもらいたいというふうに思います。あるインドの男性が、こんなことを言ってたんですね。そのまあ、シモンとブレンドンはこうなんか目の前でなんかこういう話をしてるけれども、しかもそれを本の中にまで書いている。ただ私だったらなんかもうそもそも自分の奥さんともなんかそんな話はしたことがないというようなこと言ってたんですね。
and go, well, what is it going to take to happen? あの、ティーンエイジャーの子供がいるのであれば、なんか本当にその読ませるっていうことじゃないけど、でもなんかどこかに置いといて、growing up as a teenager instead of reading Dolly, you know? I know. あの、そうやってそのどっかその目につくところに置いとくといいかもしれないですね。ただまあ例えばですね、なんかそのあのトイレの中とかに本置いといて、そしてあのこれは読んじゃダメよっていうふうに言うのがいいですね。ちょっとその私のお気に入りのお気に入りの部分をちょっと読みたいと思います。この本から皆さんに得てもらいたいことは、あなたにとって可能な可能性の選択を持つということですね。そしてリレーションシップのジャッジを持つのではなく、そういったそのリレーションシップ、あなたにとってその可能なリレーションシップというのはこの世界にあるすべてを超えたものなんだっていうことですね。そういった、段落があります。本当に毎回毎回ここに目が引かれるんです。どうもありがとう。Well, I think that's all the questions I had. Thank you so much. And if I could, may I just read? この本を、この本の日本語版を買うことができるリンクがあります。なので皆さんぜひこの本手にしてください。それからまあシモンがクラスをやっていますし、もっともっとそのここに深く潜り込んでいきたいという方がいればぜひクラスにもお越しください。これ全然その熱い本ではないですよね。しかもあの本当に言葉もすごくシンプルに書かれてます。シモン、本当に今日はこの時間を取ってくれてありがとう。あなたにまたすぐに直接会えたらいいなというふうに思っています。皆さん、本当にどうもありがとう。Where you can purchase this book in Japanese. So please check it out. And like Simone said, she has a class called Relationship Done Different. If you read this book, if you would like to like explore more and dive deeply into that, please come to her class as well. But really, this, it's not that big. So you could probably read over the week. And like I said, it's written in a very, very simple language.So please, please, please pick a copy. You will love it. And thank you so much for your time, Simone. Thank you so much. And thank you, Akiko, for translating. Yes. And I do hope to see you again in person soon. You will. You will. We just don't know when. yep, that's true. So, all right. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye.